パタスモンキーは、哺乳高霊長目、オナガザルかパタスモンキー族に分類される霊長類。本種のみでパタスモンキー族を構成する別名パタスザル。ウガンダ、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、スーダン、セネガル、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、東ゴ、 ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マリ共和国、南スーダン、モーリタニア体長58から75センチメートル、おなが62から74センチメートル、体重オス12キログラム、メス6キログラム、オスよりもメスの方が小さい、体色は赤葛色、腹部や獅子、尾は白い、パタスは現地の言葉で赤いのい、俗名エリスラシバスは 赤い猿の胃、顔は黒い。一方で飼育家の屋内などでは単色になるとされる。白い口ひげが生える。死は長く、指は短く頑丈で、地表での生活や走行に適している。幼獣は明褐色で、顔はピンク色だが、生後2ヶ月ほどで黒くなる。オスの円形は赤く、陰脳は紋が青色。パタスモンキー族をオナガザル族のア族とする説もある。アカシアの低木リニア。 サバンナなどに生息する。地表性傾向が強い。夜間は低木の上などで休む。一頭のオスと複数頭のメスからなる群れを形成する。走行速度は時速5 5トルに達するとされ、霊長類の走行速度では最も速い。群れで更新するように移動することもあり、ミリタリーやフザールの由来になっている。行動圏は50平方キロメートルに達する。 アカシア類などのこの葉、双本の目、花、果実、樹脂、キノコ、昆虫などを食べるが、蝶類やその卵、爬虫類を食べることもある。繁殖様式は耐性、浮きに交尾を行う。妊娠期間は5ヶ月半、1回に1頭の幼獣を産む。昼間に出産し、これは夜行性の捕食者を避ける。昼間に、木陰で休むことから群れに遅れないようにするためだと。 考えられている。オスは生後4年で生成塾を迎える。メスは生後1年半から3年半、多くの個体で生後3年以内に初産を迎える。頭部個体群をニズナズと呼称することもある。実験動物として利用されることもある。絶滅の恐れは低いと考えられているが、農地開発や過放木による生息地の破壊、害獣としての駆除。 食用の狩猟などにより生息数は減少している。1977年に霊長木単位でワシントン付属下ツ2に掲載されている。日本では2018年現在エルュトロケブスパタスとして特定動物に指定されている。1959年に恩師上野動物園で飼育か繁殖例がある。ありがとうございます。